優柔不断川柳コンテスト優秀賞入選作品結果発表。優秀賞。煮え切らない態度の彼に出す煮物、アキソルさん。入選。絞れずにトリプル選ぶ31トモコ1967さん。決断力発揮するのは百均のみ、カワウソッチさん。かっこつけ優柔不断を長考とケンさん。今日もまた辞めると言えず行く会社、白玉さん。お品書き即決組のプレッシャー、ゆうゆうっぴさん。職業を悩んだ末に何でもや、ゆりの花さん。プロポーズ返事は避けて、ふふふふふ、きらりさん。一日中次何食うか悩む俺、山田教授さん。どこまでが腹八分目か悩む夜、淡雪小町さん。半分こどっち取っても損しそう、まここしゃんさん。買うべきか迷いカートにたまるしな、アミノ酸さん。特売のチラシ3枚じっと見る、梅田川太郎さん。観光地土産売り場でバス待たせ、チャーリーさん。そういえばシェフにお任せしてばかり、193さん。断捨離を邪魔する言葉、いつか使う、花うららさん。洗濯の時間は結果と比例せず、イウォークさん。服屋行く時に着る服決められず、金時さん。君誘う送信ボタン迷う指、ひまわりさん。いいえにもええにも聞こえる答え方、まここしゃんさん。先延ばしすることだけがすぐ決まり、すぐるぐるさん。決められずコインが戻る、券売機村山健一さん。決まったら呼んでと帰るウェイトレス、ダダッコさん。川柳投稿丸選のコンテストに1383句の投稿ありがとうございました。